こんにちは、フェルナンドこと竹谷です。アストルガを出て巡礼の町ビジャフランカデルビエルソに向かいます。途中ポンフェラードの町のテンプルキチタンが作ったお城を訪ねます。そして世界遺産ラス・メドゥアスに立ち寄ります。アストルガ、ポンフェラーダ、ラス・メドゥラス、そしてビジャフランカデル・ピエルソの位置関係です。それではどうぞ。7月3日、アストルガのホテルの前で何か作業をしています。果物屋さんが出店を開いています。なんと朝7時です。アストルガの町の ATM です。実は昨日から現金が引き出せなくて困っていました。暗証番号を間違えてロックされたようです。東京まで国際電話をかけて何とか対処をしていただいて引き出せました。これで旅が続けられます。巡礼者の皆さんも朝が早いです。朝の涼しいうちに行動するのが賢明です。アストルガを出て一般道を走ります。ほとんど車は通りません。それもそのはず、すぐそばを無料の高速道路が走っています。この先で鹿が急に飛び出してきました。スペイン初の急ブレーキです。何事もなくてよかったです。サンミゲルデラスジュエニアス修道院です。巡礼路の中でも名高い修道院です。ポンフェラーダの町です。大きな町なので地下駐車場に止めます。市庁舎と広場で駐車場はこの下にあります。ここはテンプル騎士団の町です。ここにはテンプル騎士団が作ったというお城があるはずですが、歩き回る前に一服します。何やら城壁のようなものが見えてきました。手前の建物は観光案内所です。テンプル騎士団が作ったお城です。いかにも騎士団が作ったという感じの入り口です。中は約1時間で一回りできそうな大きさです。お城から新市街方面です。川のそばに位置するお城です。町は黒い屋根で統一されています。テンプル騎士団というと12から14世紀の話です。お城の一番高いところまで来ました。もっと小さなお城を想像していたのですが、大きなお城です。当時の古文書が保存されています。お土産屋さんもテンプル騎士団一色です。ラス・メドゥーラスへ向かいます。途中の展望台です。緑でいっぱいです。ラス・メドゥーラスへ急ぎます。山道に入ります。ラス・メドゥーラスに着きました。これから先は進入禁止なので徒歩です。ラス・メドゥーラスの山です。池があるというので行ってみます。炎天下の徒歩はきつい。15分くらい歩くと池が出てきます。もうしばらく歩くと展望台が出てきます。そこからのラス・メドゥーラスです。遠くには湖が望めます。ラス・メドゥーラスとはローマ時代の金の採掘現場跡です。世界遺産に登録されています。観光案内所に立ち寄ってみると別の展望台があるというので行ってみます。
位置的には反対側の山側に回り込んだという場所です。小高い丘が連なる場所です。オレジャンの展望台です。ラスメドゥーラスがパノラマティックに見えます。紀元前1世紀頃に始まった金の発掘は3世紀まで続けられ、その間の金の産出量は750トンにもなると言われる。採掘の作業は川から水路を引き、大量の水で山を削るという方法です。削り取られた土砂から砂金を取り、その残土は堆積して赤茶色の小山群を形成した。そしてこの地域の鉱物資源をローマに運ぶために銀の道が作られました。栗の木が多い場所です。栗は取っちゃダメ。本日の宿はビジャ・フランカ・デル・ビエルソの町のパラドールです。街歩きに出ます。サクランボです。手の届く範囲にはサクランボはありません。正方形の形をした珍しいお城です。巡礼路の街です。交差点もホタテです。12世紀建造のロマネスク様式のサンティアゴ教会です。許しの門です。病気などで旅をここで断念せざるを得なかった人はここにひざまずくことでサンティアゴでコンポステーラまで到達したものとみなされました。マヨール広場です。食事にします。久しぶりのエビです。マヨネーズとともにとても美味しい。いかがでしたか？旅は永遠に続きます。また次回をお楽しみに。ご視聴ありがとうございました。